よし、どうも隊長です。 FIFA18 本田圭介監督キャリアモードをやっていきたいと思います。今回の予定はカラバオカップのブリストル C と、ポートベイルという、リーグ戦第2節やっていきたいと思います。で、前回の動画終わりに、今後のチームの運営方針について喋ろうかなと思うんですけど、前回の動画でですね、コンサドーレ札幌からチャナティップソングラシンを獲得したということなんですが、まあ、移籍金が移籍金でね、このクラブそんなないので、あとね、あんまり選手入れすぎるとこんがらがっちゃうってのもあるんで、最初はなるべく初期のメンバーでやっていこうかなっていうのが一つのチームの運営方針ですね。ちょっと年齢が高くて今後ちょっと伸びそうにないなっていう選手は売ろうかなと。例えばこのポーター、能力値60なんですけど、もう年34なんで、まあ、もうちょっともったいないけど、186センチもあるからね、ポストプレーとして持ってこいかなとは思うんですけど、ここはまあ若い選手。例えば、このダグナル選手かな。ダグナルも32じゃねえか。全然ダメだ。このレイリーって選手でいいのかな。19歳。セカンドトップ、トップ下。できるけど、まあ、これは育てねえとダメだよな。緑の数字一個もねえや。まあ、フリーエージェントで、フォワードの選手探してるんですが、この選手はどうなんだ？オリバー・ワトソン、19歳。わかんねえなー。ということで、カップ戦ですね。対戦相手はブリストルシティです。今回、アレクサンドラは青のユニフォームだね。ということで、メンバーはこんな感じ。ゴールキーパー、リチャード。左サイドバックから、バカヨゴ、ノーラン、レインズ。NG、ボランチにローウェリーとウィンテル。そして左サイドから松浦、トップ下チャナティップソングラシンに、右にエインリー、ワントップにバウリー。4-2-3-1やっていきたいと思います。はい、ということでカップ戦やっていきたいと思います。カラバオカップ。まあ、ちょっとどこまでいけるかわかんないけど、いいとこまでいきたいな。チャナティップから右にもう一回戻して、チャナティップ、後ろ、右、いける。なあ、今のは出さなくてよかったな。打てたな自分で。あ、もうこれ来ただろ。いや、バウリー走れよ。しかもな、トラップがな、結構ここやばいからね。みんなトラップ。速いパスは下げたいんですけど。今のバウリー走ってくれると思ったな。チャノティップ。チャノティップ。体で負けんな。けいっけ、来た、来た、うわー。相手、ディフェンスな、かなり揃ってんな。ミドルシュートだ、ミドルシュート。こういう時に重要なのがミドルシュートなんだが、考えすぎだ。考えちゃうから取られんだ。裏もっと走ってくれるとな。こうやって回すだけしかなくなっちゃう。縦、横、よし。ようやくコーナーゲットだが、あー、トラップけど、ノーラン内周、枠いってればな。お、チャンス、チャナティップ外す。今のは決めなきゃ。オッケー、いいよ、打って、どうなる。うわ、もうダグナルだ、ダグナル。お前それ外しちゃダメだわ。これパス出しちゃよかったかな。あー、迷う。ワンツー、ダグナル、ダグナル、ほい、よっしゃ、バウリー、ようやく1点取った。
バカ用語疲れてんな。バカ用語変えてぐらいかな。でフォーメーション433にしよう。まずいっすね。これ非常にまずいっすね。これ非常にまずいっすね。あー、守りきれんかったー。左来ると思ったけどなー。うわー、にゃー。チャナティップ、チャナティップ、撃て。なんだその宇宙開発。お、チャナティップ、チャナティップ、落ち着いて決めろー。ナズスー。ああそっか、延長戦あるんだ。延長戦やべえ、延長戦ねえかと思ったわ。完全に終わりモードだったよ俺。チャナティップ、チャナティップ。あ、ちょっと違ったな、ちょっと違ったな。うん、もう一回中にパス出せた。オッケー、ボリーボリーボリー。うちの点取り屋に決定だな、ボリーは。オッケー、追い越し。適当に上げたクロスが運よくバオリーに当たった。すげえな。 OK、 つないで、つないで、バオリーいける。3点目。あー怖えよ、怖えよ、やめてくれ、やめろ。 OK、 とりあえず延長前半終了。ちょっとボール取れないよ。なんでボール取らせてくんねえの。取らせろボール。よし、危ねえ。うちもなんかウルトラディフェンシブにするか。なあ、これやばい。おお、おい、でこんなドキドキハラハラ試合やんなきゃいけねえんだよ。素直に勝たせろ。お前ら負けてんだよ。バオリ自分でいける。後ろから来てるけど、お前の足の速さで。オッケー、ファー、身長が低いチャネティップには後ろに下げて。シュートがあ、でもなんとか勝てた。2対1。あの結構攻められましたね。 EFL リーグにアレクサンドラが まず4部かな。で今対戦したカップ戦の相手はですね、チャンピオンシップのクラブですね。まあ、いわば2部チーム相手に勝てたということかな。これちょっと自信持っていいんじゃないかな。本田は試合前の記者会見で、ポートベイルには規律がないと予想外の批判をしました。この異例は展開の中で、監督はあのチームの最近の規律のなさには呆れている。組織立ったプレーができていないし、これは私たちの有利になるはずなので、試合を楽しみにしているところだ。言うねえ。本田言うねえ。ということで、まあ、リーグ戦第2節なんで、まあ、前節ちょっとチャナティップとかバウリー、ね、ローウェディとかが結構頑張ってくれたので、今回ガラッとメンバーを変えて、ゴールキーパー、ギャラット。で、左サイドバックにバカヨゴ。で、レインズ、ウッドコック。アンカーにウォーカー。この選手はフィジカルあるし、バランスもあるから、まあ、アンカーでいいかな。センターバックもできるからね。で、エインリー、ウィンテル。そして左ウィングに松浦。真ん中にポーター。左にカークですね。
OK、まあ、カップ戦に比べたら難易度はそこまで高くはないけど、油断せずやっていきましょう。ウォーカー、ウォーカー、うえへい、強烈なシュート。ウォーカーいいな。ウォーカー、アレクサンドラ FC のランパードあたりに育てようかな。やべ、点取られた。ちょっとアンカーのウォーカーの話してたら点取られちゃったんで、ちょっと真面目に行きます。ポーター、オッケー、松浦にボール渡ったが、松浦、ウォーカー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 いいの打つ。松浦、松浦、オッケー、おいー、シャーカーク、完全にスペース空いてましたね。これ今右決めたのが、あの右ウィングのカークっていう選手なんですけど、今のところちょっとチャナティップと、まあ、スタメン争いというかライバル関係にある感じですね、僕の中では。まあ、チャナティップはトップ下とかいろんなポジションできるからいいけど、右サイドはね、まあ、そんな選手いないので、層がまあちょっと薄いよね、このクラブは。ドフリー、松浦、その人、それシュート。それシュートか。今シュートボタン押したけど、パスだよね、パス、パス。あざーす、あれー、おラッキーいいね、いいね、ラッキー、ラッキー。しかも前半終了間際決まるかな。俺 PK 減ったクソだけど、決まった、オッケー、松浦初ゴール、リーグ戦。中盤のウィンテル結構疲れてんな、ジョーンズと交代しよう。ナイスー。こっち今10本打って枠内7本ですね。めっちゃ攻めてる。やっぱ同じ部だからね。4部クラブ同士で戦ってっからやりやすいわ。ウォーカー。ウォーカー。うるぅ。ちょっとウォーカー、大事に育てよう。ウォーカー、このパス、ウォーカーのこのパス。カーク、ダメかい。ちょっと今遅すぎたな、剣の調子乗っちゃった。ナイパー、ウォーカーナイパーやな。いいね、松浦にパス出して、クロス、お、すげえマイナス。すげえマイナスなら、ジョーンズ、はい、これ来たわ、来たわ、うぃ、ナイス、ジョーンズ。2列目からの抜け出しはいいね。OK、試合終了。3対1。アレクサンドラ、先制点取られたんですけど、なんとかポートベールに勝利と。はい、ということで、次回は、ブラックプール。来ましたね。ブラックプールと、次、カラバオカップ、ブリストル R。ということで、今回の2試合終わりましたね。いや、結構このカラバオカップのブリストル戦、
苦労した。苦労した。うん。しかも次の、再来週にブリストル戦、カラバオカップあるのって、ブリストル、どこを属してんだろう。次のカラバオカップの対戦相手、ブリストルロバーズは、3部チームですね。まあ、今回の対戦相手、ブリストルシティか、は2部だったから、ちょっと苦労したけど、次は3部だもんな。まあちょっとやりやすいっちゃやりやすいでしょう。そしてリーグ戦にはね、ブラックプールということで、ブラックプールで知ってる選手つったら僕はもうダルメイダぐらいしか知らないんですけど、やっていきたいと思います。唯一知ってる選手だ、もう。ということで、次回はブラックプールとブリストルロバーズやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。